はい、イズログです。今日は、散歩がてらちょっと動画を撮ります。散歩がてら動画撮るんだけれども、はい、今こんな感じのところで今この建物に泊まってますね。はい、でなんでここにいるかといえば、ちょっと今は前々から気になってたね、 JA の、富良野農作業ヘルパーの仕事に来てます。で、今は PCR 検査の待機所です。これがで、ここからまた移動はするんだけれども、ここからあと4日かな、12日ぐらいに、9日にもう一回 PCR 検査して、それで陰性であれば仕事が始まる感じです。いやー、でもね、水道管直んなくて、それでね、出稼ぎに来る羽目になっちゃったけど、働くって嫌ですね。一応散歩しながら、なんかベラベラくっちゃべっていこうかなって思います。だいたいここが富良野の東山っていうところで、だいたいこんな感じの景色です。お、自販があるよ。インフラ自販機ではない、残念。一応散歩しながら、こんな感じの景色だよみたいなのをちょっと見せていき、撮っていきます。で、それプラスちょっと今後の展望みたいなのをベラベラくっちゃべっていければと思います。いや、でもな、本来はもうオープンしてるつもりではいたんだけど、でもオープンができず、で結構突っ走りすぎた感じがあって、もうちょいしっかりとした計画を付けた方が良かったね。で、あと今後、今年はちょっとオープンすることをしないですね。オープンできないっす。で、あとクラファンの始めるタイミングも、ちょっとね、急すぎたので、クラファンを2月とか3月ぐらいかな、来年の、にやって、2ヶ月間の応募にして、で、それ、オールインよりかは、オールオアナッシングよりかは、オールインにしたいんだよね。オールオアナッシングだとさ、入らないじゃん。多分。大体支援だけがしたい人がサイトに集まるなんていうことは絶対考えられないしさ。で、やっぱりその、クラウドファンディングのサイトにもあるけど、結局のところ、クラファン通さなくても支援してくれるぐらいの、濃い人間関係を持っている人の方が有利だからさ。要は、クラウドファンディングのプラットフォームがなくても、支援が集められる人の方が成功率高いってことだけど、そしたら、クラファンいらないじゃんっていう話だよね。だから拡散してどれだけ、お金集められるかというよりかは、やっぱり、そのネット上よりも、実際にもう顔は面と向かって会って人間関係作ってる人の方がやっぱり強いので、そこら辺はオンラインとオフラインというよりか本質だよね、人間関係だから。ただそこが弱いかなっていう感じです。だからあとは今年、来年3月くらいまでご機嫌ようっていう感じになっちゃったから、そうだな。一応、あとはちょっと終わらして、今月、9月末か、それぐらいで、ちょっとここは一旦終わりにして、あとは、ちょっと床をはぐって、ベニヤじゃねえや、OBS 版とか、いろいろ床はぐる、床をはぐり、断熱材を入れ、それからだな。ちょっと今と台所の床を直して、まだフロアは張んないで、
天井とかは断熱もとりあえずはしたいから、そういう感じ。床はまあ合板だけを張って天井断熱だけをして、それでまたどっか出稼ぎ行く感じかな。うん、とりあえず今年はもう赤字確定なんで、不動産収益ゼロで、まあ経費だけ出るっていうことが確定だから、まあしょうがないよね。まあそれで税金とか減らして、税金対策だな、もうまあ赤字になる、赤字か、まあ赤だろうな、まあ赤で確定申告はして、それでまあやっていく感じだよね。で、確定申、まあ来年のために今年赤字で確定申告するみたいな感じになっちゃったかな。で、あとは2021の目標、これもまた達成できず、うん、まあとりあえず家がね、できないことにはどうもこうもならないわけで、まあとにかく家をどうにかしようっていう感じです。うん。で、あとはトイレ増設するかどうかを今まだ悩んでる。トイレを増設するよりかは流しと洗濯機の排水管パイプをちょっと移動させてこないとちょっときついので、まあ、そこだけをちょっとまあなんとかどうにかしようかっていう感じだよね。多分その流しと洗濯機の排水口を移動するんだったら自動的にトイレも増設できるようになっちゃうから、そうするとまあ壁ぶち抜くっていう感じになっちゃうからな。これはどうしようかっていう話だよね。からまあほんとデフォルトのまんま始めようか。まあ最初儲かることなんてないんだから、デフォルトのまま始めてやるのか、それとも先を見越してもうやってしまうのかっていう二択になる。でもね、やっぱりイベント民泊みたいなのも織り交ぜるから、やっぱり欲しいよね、トイレは二つ。だからまあやるか、やってみようか。いう感じかな、この投資は。まあ働くだけ働いて、また来年からもう一回仕切り直しって感じかな。今年できるところまではそれなりにやったんで、まあそこへ行くとやっぱり経済力のタイプっていうか質だよね。やっぱり体を拘束されて出稼ぎ行くと、その分こっちの作業止まっちゃうから、それをどうにかしたいよね。まあ別に FX も全然今はもうダメになったし、まあ多分目的が分かってないのと、もうちょいなんか楽しいことしてっていうストレスが爆発してますね。なのでまあもう一度取り組むのをもう一回最初から見直して、それともまああらだこうだ煮詰まってダメだったら、もうとりあえずもう遊んじゃえって感じで、そんな感じで過ごそうかって感じです。今年は結構家のリフォームで煮詰まったからな。まあそんな感じで、だらだらやっていきます。